けど。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おう、あのすごく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーウェにいる元神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。ふーん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。ま、そんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。風が強すぎて目も開けてられないぞ。あの生き物、そよ風の平原でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを追ってきたのか。あいつと風元素の関係はお前よりずっと深いみたいだな。姿を見せよ、オーズ。はっけ。あっ、やっ。はっ。ふう、風向きの影響を受けるのは竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教えてもらったって言ってたね。そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒い血が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それでお前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよね。えお詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ、ライア天空をね。